ないでください。お疲れ様です。今日も早く寝る。しめりかありがとうございました。今日はね、生誕 T シャツを着ております。見えないけど生誕 T を着てます。そう、結構おそろちの人が、おそろちにしてくれた方が多くて、ごめん、壁に背中をぶつけた。ありがとうございます。27、ありがとうございます。インスタよかった。あれはね、ヤヒに撮ってもらいました。モブの写真会、本当にありがとう。今日も自撮りいっぱいしました。自撮りをいっぱいしてしました。すごい、今日残業の方が、みんなお疲れ様。今日も、今日はあれよね、連休明けであくびが出た。そう、連休明けでみんなお疲れ様。あーもうだいぶ月曜日と火曜日すごく寝たので、そう、また頑張る。日曜日行くね。ありがとうございます。とか移動中さんか、あ、全然大丈夫です。平日今日は水曜日今日は水曜日、ダメだけど今何話してるか分かんない。日曜日朝だけど青のテンション高めかな。どうだろう、あれだよね、まだしゃべり会土日にやったことなくて、平日だったから、1部と2部だけだったんだけど、土日になったら長いから楽しみです。しまいですね。全然来てくれてありがとうございます。前回より1枚の、あ、1枚が青もそんな気がした。どんどん変わってたのかな、そこら辺全然わかんないけど。タイムラグで、タイムラグなんか前回よりね大きかった気がするんだよね。まあ、人によるのかもしれないけど、日曜日はお願いします。メール来た、ありがとう。さっき送った、さっき送りました。あ、これ串です。これは串です。タイムラグ仕方ないね。オンラインだからね、どうしても。でもまあ喋れることには変わりないので。プロデュース写真という方写真をした、あ、ありがとうございます。プロデュース写真は、あれ
かな、ブロッコリーかな、好きって感じしかない。ありがとう。2秒くらい、ああそれくらいずれるね、確かに2秒。うん、どんどん話しちゃえばいい、お互いにね、どんどん話しちゃえばいいね。これなんだろう、このゲストなんだろう、なんか黄色いゲストありがとうございます。これなんだろう、これなんだろう、わかんないけど、話してしばらく待つ形になれてしまいそうね。なんかさ、まあ、テレビ電話みたいなものか、なんか電話してるみたいだよね、もしもしって。かわいい、ありがとうございます。温泉旅行してます、いいなあ、もう旅行したい、あもう旅行したいな、温泉行きたい。でも新潟結構温泉あるイメージ。しゃべりかありがとうございました、こちらこそです。こんばんは、でも就寝時間なので寝ます、おやすみなさい。ちゃんとたくさん寝てね。天球儀、あーあれ地球儀じゃなくて宇宙のやつのこと。お茶をしね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋のみくでもね、あのマミーからあのね、青が栗ご飯食べたいって言ったら、栗ご飯のさ素みたいなの送ってきてくれて、栗だから食べれる、作りはしないけど食べれる栗ご飯。仕事に戻ります、頑張って、ファイト、頑張れ、夜遅いのにお疲れ様。パラありがとうございます。日曜日はあれです、ちっちゃいものお揃いです。パラありがとうございます。そう、混ぜて炊くだけのやつ。テラヒナガンバーク好きとは言ってたけど、ほうちゃん入る、うん、行ったことないけどめっちゃ興味ある。でもあのね、昔すっごいサウナが苦手で、サウナが苦手だったんだけど、富山行った時に春にあの大越遥村の村長と一緒にいて、なんかサウナ温泉お風呂入りに行こうみたいになって、でサウナ春がサウナ入ろうって言ったから、入ろうってなって、サウナ苦手だと思っても入って入ったんだけど、全然苦手じゃなくてむしろサウナ好きになったから、すごいね、岩盤浴気になる。今日一日です、オレンジ青だよ、オレンジジャージ着ます。おそろち誰かよろしくお願いします。ショールームと LINE 名前違うから27日のおしゃべり会から、わかりました、覚えます。そうでもやっぱ代謝いいから汗かくのめっちゃ早いの、すぐ汗かいて、そうすぐ汗かいちゃうんです、代謝いいから、代謝良すぎて。あとね、今日ね、今日またはるかの話になるんですけど、あのね、今日はるかが着てた服が、青がね、10月とかにね着ようと思ってた服だった。
今日春くんたまたまお揃いでちょっともう行っちゃったんだけど、そうだからあのお揃いに行くんですよねって約束したっていう話。そうもう色も同じだったの。そうで、あもうそれ着ようと思ってたって思って、そうなんかそのハロが着てたのワンピースだったんだけど、何色があったんだけど同じだったの。だから今度お揃いにしようねって言いました。ハロカメラさんちは、セベリカお疲れ様、お疲れ様です、ありがとうございます。あ、右足がしびれた、大丈夫、足を伸ばします。足投げに来てありがとうございます。そうで、しかもなんか2人ともそのワンピースをすごいあのピンク系のワンピースだと思って買ったの、結構明るいピンクだと思ってで買ったんだけど、あの思ったより色が暗くて、そうそれもね、そう思ったのも一緒でね、すごい同じだった全部。ちょっと何言ってるか分かんないけど、そう村長って服の子え、どうなんだろう、うんー、でも青はその時たまたまピンクの服探してたんですよ、だからかもしれない。はるかは結構ピンク多く着てるけど、あ、その時にピンクの色の服を探してて、ザラじゃないよ、あれはオリーブのオリーブでした。ちょっとまだ着てないんだけど、でもね、この前ザラでワンピース買いました、黒いワンピース一目惚れして買った。久しぶりに喋れてありがとうございます、あ、嬉しかった。そうなんか、あね、最近ね、襟が好きで、襟の服が好きで、襟の服がすごい好きなんですよ。フリフリの襟とか、なんかでもフリフリすぎない襟ってなんかちょっと難しいんですけど。ザラキッズじゃないよ、ザラキッズじゃないんですけど、お洋服買いました、ザラで。ありがとうございます。襟が好きで、最近気づいたら襟の服買ってたとか、ポロシャツのタズなんですよ。ありがとうございます。そう、襟の服が好き。アクシーズ、あーでもアクシーズあんま買わん、一回も買ったことないかも、アクシーズの服。青がよく買うところはナイスクラップかオリーブでオリーブかザラ、キッズ、キッズはもう着ないって決めたからザラか、あとなんだろう、でも今回の服はグレールがすごい多かった、多いです。あとは普通に韓国の服とか可愛いの多くて買いました。こんばんは、159日ありがとうございます。でも最近お洋服見るのが好きで、あのお洋服の通販よく見て、握手会、お話し会がないと新しい服買わなくなった。
ああ、そんなこともないかも。こんばんは。久しぶりに来てみてありがとうございます。今日はじゃんけん大会準優勝。ああね、さっき言ってた。ありがとうございます。ちょうど2期の準優勝から1年が経ちました。 早いわ、早い。美意識高まってる。うん、高まってんのかな、分かんない。ようやく人並みに近づいたって感じです。 毎日は買わないよ。買っても1ヶ月に1回とか、欲しいの1ヶ月に1回とか、なんか必要な時に。しゃべり会楽しかったです。ああ、こちらこそありがとうございます。青に会える日、いつになるかね。会えるの楽しみにしております。 珍しい時間、わかる。多分この時間にやったの初めて。いつもこの時間お風呂入ってるから 初めてです、この時間に配信するの。届く季節。ああ、届くのあれがね、届くもう分かんないもんね。劇場に届くの分かったとしても、そこから青の手元に届くのが分かんないからね。ありがとうございます。髪型ね、今日ね、くるりんぱしたの初めて。でも全然上手にできなかった。 平日の夜におしゃべり会は確かにあれよね、あれよね、握手会とかもさ、平日にやることないじゃないですか。オンラインだからこそ平日にできるよね。平日、次は日曜日です。くるりんぱ、なんかやったことない髪型しようと思って、でなんかツインテールにしようとしたの今日。あ、もう50分だ。でもツインテールちょっとありきたりすぎるかなと思ったから、ハーフツインにしようと思ったんだけど、ハーフツイン上手にできなくて、どうしようと思って、簡単そうなやつをしました。でも見てる。髪型でも青は安定におろしが最近すごい好き。おろしが好きです。 でも結んだ方がみんな好き？12分だ。じゃあちょっと今から明日の夜ご飯を決めます。明日の夜ご飯を決めちゃうよ。どうしようかな。みんな最近涼しくなってきたと思ったんだけど、新潟暑くてすごい汗かいた。
どうしようかな。明日の夜ご飯。花ありがとうございます。今日がコンソメスープだったので、うーん、何がいいかな。うーん、どうしよう、どうしようかな。うーん、明日の夜ご飯はじゃか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 じゃ久しぶりじゃない？そう、今まであんまり出してたけど、最近あんまり出してなかった気がするんだけど、餃子が好きです。あとは明日の配信、明日の配信、多分明日朝早くて朝配信できそうにないので、多分でもちょっとまだ正確な時間が分かんないだけど、夕方の5時、5時、17時半とかから、ちょっとでもまだ分かんない、ちょっとごめん。でも夜になる、夕方になると思います。申し訳ない、すいません。そんな感じです。眠い。多分17時過ぎとかになるかなって思うんですけど、ちょっとまだわからないです、すみません。はい、それでまだ55分。まだね、やる時間ではないんですよ。でも昨日これくらい寝れたかも。昨日めっちゃ早く寝ちゃって申し訳ないんですけど、スクショタイム。取れたかな、大丈夫かな。昨日ね、そう10時前くらいに寝たんだよね。でも今日は多分11時くらいになると思うけど、今日も何気に早く起きて眠い。あくびが出そうです。スクショもう一回。6時間睡眠でもね、日によるすっごい。6時間も寝ない時もあるし、すごい寝る時もあるけど、今日はすごく眠い。
風呂では寝ないです。風呂はね寝ちゃいそうだけど寝ない。ああお布団で寝るのが好き。座ってでもなんか座って寝るのでも相当眠くなかったら座って寝れない。相当眠かったら座って寝れるけど、もう今眠睡魔に襲われてもう一瞬で寝そうだけど、お風呂入んなきゃ。ピンキーリング、でも落としちゃいそうで外でつけられない。ということで58分なのでおやすみなさい。今日もありがとうございました。明日も配信するので配信予約に入れておきます。はい、なのでみんな明日も会いに来てね。ということで今日もありがとうございました。キュストとしなぎありがとうございます。また明日。あ、これ自動で止まるんじゃん。じゃあ自動で止まるから、これでずっと手振ってる。おやすみみんな、またね、ありがとう。おやすみなさい。あと30秒あるよ。あと30秒ある。バイバーイ。おやすみ。あとね、15秒くらい。おやすみ。バイバーイ。